竹垣悟です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。元神戸山口組の本部長、五竜会青木一茂会長はその後どうなられたんですか？神戸山口組から3月22日付で絶縁状が出たわな。それから3月25日土曜日に岐阜へ入って、で26日の日曜日に農地組の定例会に出席しとるわ。どういう役職で行かれたんですか？とりあえず射程やろ、うん、だが巷の噂通りやな。青木一茂会長は4代目声優会から絶縁されてますよね。声優会から絶縁されとっても、まあ天の声があったら声優会も農地組行くん了解するやろ。天の声ってどなたのことですか？それは上の方からの声よ。私も天の声で誰の声かわからんわ。わからずに天の声と言われたんですか？そんなわからんのを天の声と言うんや、うん、な。行動会ってお金かかるんじゃないですか？どこでもヤクザしていこう思ったら金かかるよ。昔はな、金のかかる稲川会、時間がかかる住吉会、命がかかる山口組で寄ったんよ、うん、今もその通りだと思われますか？今もその通り違う。まあ稲川会は昔からギリごとの金も一桁違うよったな。農地組といえば行動会においてはサンバガラスで日本国内で最も力のある三次団体に数えられますよね。そうやな。農地正弘組長がやっぱり人物やわな。で、仕事もしとるしな、役立としてよ。そこに移籍というのはやはり神戸山口組での本部長という役職が大きいんですかね？それよりもやはり青木一茂会長の札幌での評判とか、まあその人間の器量やろな、うん、器量がなかったらそれはなんぼ神戸山口組で本部長しとったからいたって拾ってくれへんよ。もちろん手ぶらではいけないですよね。何持っていくの？いろいろ情報とか聞かれるんじゃないんですか？それまでにもう6代目の諜報部隊言うたら情報をつかんでるわ。でまたな、よそ行くのに土産で今までおったとこの組織こうやったああやった言うのは自分を安見せるから、うん、上行こうとそんなこと言わへんし聞かへん。あ、そうなんですか、うん、そもそも青木一茂会長が神戸山口組を出られた理由って何だったんですか？絆会の楠本雄弘組員の命日に竹本人志180流会会長と一緒に手を合わしに行ったわな、はい、それに関して井上邦夫組長からものすごい怒られたわけよ、うん、でその事件以降井上邦夫組長から心が離れたって言うとったな。ああ、そうなんですね、うん、ではそれから青木一茂会長からは連絡とかしてなかったんですか？全然連絡はしてなかったらしい。ほんで突然井上邦夫組長から青木一茂会長に電話があったらしい、うん、それでもう神戸山口組を出ますと、うん、その時初めて言うたらしい、うん、ほな井上邦夫組長は気持ちよく、まあ仇になって頑張れやと言って言うたみたいよ、うん、そしたら青木一茂会長はいや仇にはなりませんと言うて、この言葉に井上邦夫組長激怒したらしいな、うん、それでその電話ずっと聞いとくわけにいかんわな、はい、そやから青木一茂会長から電話を切ったらしいよ。あ、そうなんですか、うん、これは本人が言うとから間違いないわ、うん、まあ私直接聞いたんと違うけどな、うん、井上邦夫組長が激怒される気持ちわかります？それはわかるよ。宣戦布告されとんと一緒や、うん、自分とこの神戸山口組本部長までしてどこの親分でも怒るやろ。そうですよね。そやけどまあ青木一茂会長が怒られてもそれなりの筋道通しとかなあかん思って言うたんやの思うけどな、うんうん、青木一茂会長と
仲が良かった108竜会の竹本仁会長は一緒に行かれないんですか？ただ本人は講道会からオファーがあったとか言うて周りのもんに言うとうけど、私のパイプで調べたら講道会は竹本仁会長は絶対拾わんと、そういうふうなこと言うとったよ。あ、そうなんですか、うん、ということは六代目山口組側にはいけないということですか？それは中西組から絶縁状が出とるしな、うん、中西組と話できる言うたら限られたもんしかおらんわな。やはり天の声ですか？それは天の声がなかったらあかんやろ。私は竹本仁会長北陸やから、初め会でも行くのが一番筋道は思うけどな。あ、はい。二代目西脇組の宮下組長、やはりもう引退されたんですかね？いや、まだおるよ。あ、そうなんですか。うん、私の、まあ、友達が宮下和美組長に直接聞いたところが、まだ抜けてないよったと。だから岡本久夫二代目松下組組長もまだ抜けてないよったな。あ、そうなんですか、うん、だけどまあどっちになっても時間の問題やろな。六代目の方は神戸山口組のまあ切り崩しだおかしいけど、うん、そっちの方にはあんまり力入れてないみたいよ。そんな感じですね、うん、ほんで今井上邦夫組長についとんのは6人になったやったな。前7人おったけど、うん、でそのうち3人は建国会の若しよった。あ、そうなんですか、うん、うん。西野正幸会長は当番にも入ってない言うてな。うん、建国会って現在何名ぐらいいらっしゃるんですか？懲役にと思うが4人ほどで、それを含めて合計10人ぐらいよった。あ、そうなんですか、うん、やっぱりな、先代の山本邦治会長が偉大すぎて、うん、ちょっとこの建国会ほどの組織を維持していこうとは難しいやろな、うん、先週金曜日配信の竹脇悟チャンネルの動画を見られて、岡山池田組の関係者の方から電話あったんじゃないですか？今日電話あったよ。なんてあったんですか？黒田博之頭補佐と話したと、うん、私とこの動画見てからな、はい、そやけど本人は山口組に帰る気はないと、うん、そやけど先は分からんと、うん、いうようなこと言うとみたいやな、うん、で元熊本組の藤原健二組長がこの黒田博之頭補佐を買いがっとったらしいな。あ、そうなんですか、うん、今池田隆組長とこのマンションに一緒におるけど、うん、岡山でも反射条項のないマンションもあると、はい、そやから前田野宿なんかする必要もないと、うん、出たてな、うん、いうようなことで一生懸命黒田博之頭補佐のことを思って動きを言うようなこともよったな。あ、そうなんですね。でまあこれはまあ別ラインから聞いたんやけど、元池田組の本部長、まあ、現代会計責任者しとんやけど伊藤誠、これ射程よ、うん、これが池田隆組長一番信頼しとった相手な。ああ、そうなんですか。だけどインスリンで自殺未遂して、それからちょっと信用なくなって、うん、いうようなこと言ったな、うん、でここも六代目山口組の切り崩し構成で一生懸命されとったんやけど、うん、最近なんか六代目山口組関係からの電話には一切出へんらしいよ。あ、そうなんですか、うん、うん。そら伊藤誠を言ったら私らでもしっかりしとんで聞いとったな、うん、こういう構想中の時ってあんまり飲みに行ったりするのはダメなんじゃないですか？うん、そうやな。そやけど姫路の魚町で飲み歩いとうもんがおるで。私も聞きましたね、それ。一人でこそっと行くんやったら別ちゃで、両、うん、家連れて繁華街を練り歩くのもええことないわな。そうですよね。で聞いたら月300万使ってくれるって言って、ええ客やいて、親方の実子が山口組のために無期懲役で勤めとんのに、そんな金があったら抗争事件で一等組の門に差し入れしたらなあかんわな。親方の任期も落とすしな。そうですよね。正義健二会長も以前そういうことで処分されたんじゃないんですか？
あれはな、六代目塚田忍組長が懲役に行っとんのに、若い衆が南で毎日飲んどったらあかんやろと、うん、言うて二代目匠組の入江忠志組長に言われたみたいよ。あ、そうなんですか。それでも整理検事会長は飲み歩いとった相手、うん、そういう例もあるんやからな、うん、では本日はこれくらいでありがとうございました。ありがとうございました。